強度のテクニックって前後のサスペンションの動きを上手に利用することが基本なんだよね。それを作り出すのはパワーとブレーキ、ボディアクションなんだ。踏み切りの瞬間、前輪は空中に浮いてるけど、パワーがかかるとバイクの前輪は浮き上がる。それを利用した足つきターンのテクニックも覚えるといいね。パワーがかかるとバイクの前輪は浮き上がる。それを利用した足つきターンのテクニックも覚えるといいね。パワーをかけて急激にクラッチをつなぐと前輪が浮き上がる。ここでもバランス点を通り越しそうにバイクが立ったら、たくさんの人が誤解してるんだけど、バイクのリアサスってパワーがかかるとリアフォークが突っ張るように動いて、実は伸びているんだよね。急激にパワーをかけると突っ張りもきつくなるから、エアターンの時も一旦縮めたサスが伸びるタイミングに合わせると、パワーで竿立ち状態になったバイクの動きがそのままバランス点を通り越してしまうと裏返しになっちゃうから、前輪の浮き上がりを止めたい時はバランス点を通り越しそうにバイクが立ったらリアブレーキで前輪を前に落とすことができるんだ。上に跳ね上げる力に利用するのがブレーキも、姿勢をコントロールするために大事な働きをするのは分かったと思う。一番分かりやすいのはジャックナイフテクニックかもしれないね。駆け足ぐらいのスピードでいきなり前ブレーキをかけながら、ステップの上で飛び上がるようにすれば簡単に後輪が浮く。浮いている間に腰をひねって横向きの力を加えればジャックナイフターンになるんだ。それを応用してリアタイヤの駆動力そのものを荷重を抜くことで後輪を浮き上がらせるテクニックなので、でもさっきのパワーオフジャンプの原理を応用すれば、急坂を登り切った踏切を利用してジャックナイフターンというのも案外やりやすいんだ。後輪が離陸するときにパワーがかかっていると、さらに前が浮く格好になるから、この時クラッチは完全に切るよりも半クラッチにしておく方が次の姿勢を自由にコントロールできるよ。